2023年日本建築学会大賞を受賞されました中島正義先生の受賞者記念インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。では早速ですけれども、受賞されたご感想をお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。この度は栄えある日本建築学会の大賞をいただくという幸運に恵まれました。私の恩師の先生方、そして時々の職場の皆様、そして共同研究者としての教え子たちに心から感謝したいと思っています。私の日本建築学会近畿支部との関わりは、私自身が当時の建設省の建築研究所から神戸大学に移動した時に近畿支部鉄骨構造部会に参加したのが始まりでございます。当時から近畿支部というのは支部活動がとっても盛んで、報告会、年次報告会となると、丸2日間にわたって多数のセッションが複数で進行し、各部会といえば、独自の研究会だとか、あと、見学会などを催すことによって、近畿に集う大学人、それから企業の方々、そして行政の方々、そして大学院生、そういう人たちがこう集まって、という大変ユニークな活動を繰り広げておられました。そういうところで私自身が産官学のいろんな方と知識を得たことというのは大変幸運であり、そういう意味で私の人生においてとても大きな影響を及ぼしてくださった日本建築学会近畿支部という組織に対して、心から感謝申し上げたいというふうに思っています。ありがとうございます。では続きまして、主張された業績の背景と内容についてお聞かせいただけますでしょうか。私は米国から帰国した後、建設省の建築研究所に拾っていただいて、その後神戸大学、京都大学で教鞭を取りました。研究について言いますと、一言で言えばちょっと手を広すぎたというふうな印象がありまして、それは時々の、環境や与えられた職務に応じて、いろんなことに手を出してきたということだというふうに思います。今振り返るに、今から申し上げる2つの事項が、私の大きな研究の軸になっていたのではないかと見ています。一つは、私の専門である建築構造の耐震設計という時に、今の耐震設計というのはとっても大きな地震がやってきた時には多少が傷ついてもしょうがないと、壊れなきゃいいというふうな、クライテリアを、設けているわけですけれども、でも実際問題はそれを越した地震が来た時に一体どれぐらいまで大きくなると本当に壊れちゃうんだろうかというような、いわゆる崩壊余裕度という問題にが一つ、研究事として挙げられるかと思います。もう一つは手間もかかればお金もかかる大型の耐震構造実験というものをどうやって計画して立案してそして実行すれば、所定の成果、つまりどうやって揺れてどうやって壊れてどう傷がついてそして壊れていくかという問題に対する正しい、なんていうんですかね、データを提供できるか、それをこういろいろ考えるということをやってまいりました。前者のその崩壊余裕度に関しては1995年の阪神・淡路の大震災、それに先立つ、米国のノースリッジでの地震で鉄骨構造というものが随分に損傷を被りましたが、よくよく見ると、柱や梁や接合部というパーツが壊れても骨組みというか構造全体として崩れるわけではない、まだまだ余力があるだろうと睨んで、結局核部材が持つ破壊の実験とか全体のシステムが持つ崩壊までの何ですかね、応答だとか、それをまた再現するための数値解析、そんなものに取り組んでまいりましたし、またそれが終わった後は材料の選択とか部材の組み立て方によってどうやってその崩壊余裕度というものを増やしていくかというふうな研究にも手を染めたことを覚えています。もう一つ大型の構造事件に関しては当時の建設庁の建築研究所、私の職場ですが、大きな実験施設を用いた日米共同の耐震工学研究という、そういうすごいプロジェクトをやっていた。それが私の関わりの始まりでございます。当時、建築研究所というのは、バカでかい実験装置があって、
そこに例えば実在の6階建てとか7階建ての建物を作っちゃう。でそこにまた当時としては、画期的であったオンライン応答実験という、まあ、構造実験と数値解析を組み合わせながらその、対象とする構造物の揺れとそれから崩壊を見る、まあ、そんなチャレンジングな、実験手法を用いてそれを日米共同で何ですかね、あの実験研究を施すことによってその真相を知ろうという大変画期的なプロジェクトでした。まあそんな中で実際問題としてはこういう実験室の中に作った建物の模型をにアクチュエーターをする力を加えるものをあちこちにつけてそれをシンクロさせながらこう、地震の応答を調べていくわけですけども、どうしてもピタッとこうみんなが、同じようなところにあの所定の位置にとどまるわけではない、小さなことなんですけどそういうことがこう積み重なると何かおかしなことが起こって最後は制御不能に陥ってしまうというような事態に陥りました。なんでそんなことが起こるのか、それを回避するためにどうしたらいいのか、こんな方法どうだ、あんな方法はどうだということを日米の、研究者で競い合ったというようなこともありました。さらに、e-defense という、まあ、バカでかい事件あのグラグラ揺らす装置があるんですけれども、15年ほど前にそれができた時に、まあ、当時のその所有者であった防災科学技術研究所というところから、まあ、初代の、センター長になってくれというふうに招聘されたこともあります。やっぱりそこでも一緒で、あの小さな実験では気にならないようないろんなことが起こっちゃって、でどうしたらそういうことが回避できる、どうすれば所定の目的を達することができるかということを、まあ、当時の仲間たちと一緒に研究いたしました。まあ、いずれにせよさっきのオンライン実験もそうだし、この EDFX の実験もそうだけども、まあこちらなんですけど他にやったことがなかったことに真っ先に手を染めることができたというのは、まあ、幸運の極みであったというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では続きまして、あの先生の、お仕事あるいはご研究に進まれた理由経緯などを聞かせていただければと思います。はい、了解いたしました。私は1970年に大学、京都大学に入学いたしました。当時は若い方にはもう古い話ですが、学園紛争の真っただ中でございまして、学校はとても勉強する環境にはなかったので、やっぱりここは体力勝負だと思いまして、京都大学体育会のヨット部に入りまして、で年に100日以上、琵琶湖で浮かぶ生活を数年間過ごしました。まあ、おかげさまで4年生の時には全日本でインカレで5番になるという、まあ、快挙に、まあ、至ったわけですけれども、でもまあもう当然とっつけは来るもので、授業に出席なんか全くしていませんから、留年の浮き目にあって、まあ、6年かかるかと思ったんですが、なんとかお目こぼしいただいて5年で卒業してようやく大学院に入りました。で大学院の時に出会ったのが私の恩師である若林稔という先生でございます。まあ、構造工学のタイトでおられるのですが、やはり若い頃に彼自身が、海外に留学されたこともあって、当時からしょっちゅうですね、いろんな著名な海外からの先生が京都にお目になって、おりました。まあ、私はもっぱら観光係をやっておりましたけども、まあ、そういう環境にありました。一方でちょうど M1 になった頃が第一次オイルショックでございまして、未曾有の不景気で、ましてや私の場合は大学が超低空飛行であり、さらに留年付きですからとても就職できそうにないという、そういう状況に陥りました。一方さっきの若林先生見ますと、しょっちゅう海外にも出張するし、何でしたっけ、あの海外からもいろんな方が来られるので、なかなかいいな、俺も一つ留学でもするかなんていうふうに、まあ、妄想を始めました。まあ、妄想するだけなら簡単なんだけれども、まあ、思い切って先生に、留学でもしたいんですけどなんて、申し上げたところ、にやりと笑って玉手箱のようにですね、2つ3つこんなところを紹介してくださった。いや 今にしても不思議でならないんですけれども、まあ、そういうことのもありまして、まあ、結局大学院の博士課程として、あの米国の、ペンシルバニア州にあるリーハイ大学という私立大学に、留学することができました。まあ、もちろん4年間向こうに過ごしまして、まあ、それなりに勉強もしましたけれども、何しろ
ニューヨークというのは娯楽の殿堂ですから、車で2時間、まあ、慣れてくると週末には友人たちとしょっちゅうニューヨークに出かけて、まあ、それは楽しい20代を過ごすことができました。まあ、そういうようなこともあるので、日本に戻ってきた時も、まあ、民間企業ではなくて研究機関に就職させていただいて、まあ、その後、まあ、教育機関にも、まあ、転出していったといういきさつがあります。ということで、まあ、申し訳ないんですが、何かを極めたいというふうな気持ちでですねこの職に就いたわけでは決してございませんありがとうございます。ではまあ、その中ですけども、印象に残っているプロジェクトなどございましたら。はい、ありがとうございます。先にも申し上げましたように、研究ということにつきましては、まあ、正直手を広げすぎたかなという印象を感想を持っています。で、なぜそんなことになったかということを、まあ、思い起こすに、結局私はその学生や大学院生やポスドクの学生たちとこう交流することの方に興味がある、まあ、よく言えば人材育成の方に研究よりもより興味があるんだろうというふうに今思い起こしています。奉職した神戸大学、京都大学、いずれもなかなかいい息のいい学生がたくさんいてくれまして、これはちょうどいいと思いまして、こう数人を一つの単位としたこうミニ研究グループを複数作って、それぞれのグループとは、まあ、1週間に1回ぐらいは必ず会って、あれをしよう、これをしよう、あれはできたか、これはできた、なんでまだなのか、こうというふうな、会話をずっと続けたことを覚えています。というのは、私はどちらかというと実験的な研究が多いものですから、やっぱり一人でやるものじゃなくてグループでやると、まあ、それを考えるとやっぱりこうチームをこうちゃんと作っていかなきゃいけないというのも、その背景にあったのかも分かりませんし、またそういうグループごとに何かをしたさせるとすると、その複数のグループが結局同じようなことをやってるのもちょっといかがなものかと思うので、あえてグループごとには違うテーマを思考するように、まあ、心がけました。まあ、それが、結果としては、まあ、多様性だとも言えるけれども、先ほど申し上げましたようにちょっと手を広げすぎたかなというふうな思いにもあります。まあ、さらに京都大学に移動してからは、まあ、私が昔その米国に、まあ、数年滞在したということが多少こうそうしたのかも分かりませんが、米国、欧州、そしてアジアの各国から、まあ、大学院生、ポスドク、研究員などが、まあ、滞在期間の長短はあるけれども、まあ、50人ぐらい、来てくれて、その彼らの青春のひとときを京大で過ごしました。まあ、そうしますと、各チーム、さっきの研究のチームですが、やっぱり英語がしっかりか日本語がしゃべられるのが必ず複数出てくるということで、どうしてもやっぱり会話が英語になってくるんですよね。で、特に実験なんかしてると、まあ谷口先生はよくお分かりのように不測の事態が起こりますから、そういう時にはそこを持って対処しなくちゃいけない。そんな時に文法がどうなんて言っちゃいられないのでとにかく大声でわめけと、というふうなことで、おかげさんでうちの学生はおおむね英語が大変上手になったということは、一つよくあります。さらに半分というか3割4割ぐらいが日本が達者でない学生だったもんだから、結果として半分ぐらいの、まあ、査読論文が英語で書けたというこれはまあ余力で、ございましたですね。まあ、こういうふうなに私のところで青春の一時期を過ごした若者たちは皆今散って、世界のいろんなところで、まあ、多くは建設系の企業や法人で、まあ、いわゆる建築というものを支える仕事に従事してくれていますし、幸いにも30数名の卒業生が今世界のあちこちで教鞭を取っています。まあ、彼らはそれを通じてその次の人材育成に励んでいてくれるということです。まあ、四半世紀の大学の教員生活を振り返って、やはりこういう教え子たちの活躍というか、まあ、というものが一番感慨深いものですね。これがやはり私の、振り返りをした時の、一番の印象でございます。素晴らしいと思います。どうもありがとうございます。では
最後になるんですけれども、建築界、まあ、特に若手の方へのメッセージをお願いします。はい、ご承知のように我が国は超高齢社会に突入いたしました。で、一方で、まあ、社会のいろんな局面でやはり縦割りとか年功序列とかやはりそういうものが色濃く残っているので、若い人たちの自由活発な活動というものを、まあ、有権系にこう抑制するような圧力というものがやはり、随所に見られるように思っています。で、やはりそれがこう20世紀風の、まあ、我が国の秩序から新たな世紀に向けてのなんていうんですか、あるべき姿にこう脱皮するということを遅らせているような気もするわけですよね。まあ、そんな中で建築というのは他の多くの理系の学科と違って柔らかい歴史衣装から硬い材料構造まで、まあ、建築というアンブレラの下で、まあ、理系文系を問わずいろんな学問領域が交錯して、まあ、それをこうなんていうんですかね、吸収しながら成長するというような独特なディスプリンを持っているというふうに思っています。そういうようなこう建築っていうものがさっき申し上げたこう新たな秩序、その縦割りや何でしたっけ、その年功序列というふうなものからを次のその社会へ移行していく時の巧妙になるんではないかというふうに期待するものがありまして、まあ、そういう意味で建築というのは21世紀のリーダーシップを取れる領域だと思うので、その主軸となってくれる若い建築を目指す人たちには幅広な思考を持って自由に大きく羽ばたいてほしいというふうに思っています。まあ、私自身はもう旧世代に属しますので、それを陰ながら見守りたいというふうに思っていますし、さらに最後に、まあ、日本建築学会というものはそういう若い人たちの動きをなんて支援し、そしてこうプロモートする、まあ、そんな、ファンクションも担っておられると思いますので、そのあたりぜひ、まあ、日本建築学会のご指導をですねお願いしたいというふうに思っています。まあ、最後になりますけれども、長年お世話になりました日本建築学会のますますのご発展をお祈りする次第でございます。どうも本日は大変貴重で、また楽しいお話ありがとうございました。